日本撮りで、日本撮りで次は、ジュニア男子です。男子は優勝。また中学生だ。中学生ですね。で、ファイナリストは小学生だ。小学生ですね。すごいな。昔はね、中学生で優勝して、もう、事件だってな。もう、慣れてしまったね。中学生。まあ、もちろんすごいんだけども。で、3位が高校生の手塚選手。4位が、まあ、同じく3位か。3位が横谷選手。じゃあ、ちょっと映像を見ていきますよ。準決勝。吉山選手対手塚選手。まあ、八坂契約同士。八坂すごいな。身長もそんなに変わらないというか、吉山君がでかくなった。でかいですね。高校生と。高校生より体格はいいかもしれないですね。すごいよね。体のこのパワフルさが。で、次が横谷選手と、松島空選手。ね、松島選手は、ね、メディアに結構出てるので、皆さんおなじみだと思います。で、横谷くんが前回勝ってんだよね、ジュニアで。うん、ジュニアでね、結構あの、フォアの、チキータでフォアを結構攻めて、結構干渉してて、で、今回それに対して動いて取るっていうのは、対応していたので。そう、あのボールが取れなかった、今まで。フォアに打たれたバックドライブが押されちゃって取れなかったのが今回ちゃんと対応してるもんね。で、決勝、まあ、体格差すごい。そうそうそう、あのボールがエースボールになるな、やっぱフォアへの。そうそうそう、けどちゃんと取れてるから、うん、ここの対応力、この1年の伸びっていうのは凄まじいなと。で、1ゲーム目取ったじゃない。なかなかな。うん。吉山くん大きいけどさ、体大きいけど、あんまり下がらないね。前でやろうとして。むしろ、松島選手のが、ちょっと下がってしまう。うん、これからだ。先に攻めて、吉山君が先に攻めて、おお、うまいな。小学生であんなクレバーなことできるんだな。それいうん、うまい。そう、下がって打ち合った時には、ちょっとやっぱ、不利になるから、前でさばかなくちゃいけない。勝ったところをちょこっと下がってしまった感じだ。で、吉山選手優勝と。あれくらいいいよな。最後の最後に笑顔が出た。フルですけどね。で、表彰式は、うん、ああ、クールですね。クールですね。優勝した時の笑顔ぐらいあると、すごく。まあ、こんな感じでジュニアが終わって、ダブルスへ、混合ダブルス、ダンダブ、ジョダブ、ダンダブと行くわけです。まあ、ファイナル、いろいろ見どころがありますので、まあ、男子のね、やっぱ一般のラリーが一番面白いところですけども、まあ、こういうジュニア選手のプレーを見て、こう特徴を抑えたりとか、あ、自分と同じ世代でこういう風なプレーがしてるんだなっていう、一つの目標立て、指標にもなります。指標つったって日本トップだから、そんなにね、すぐできるってわけじゃないけども。できたら映ってるんですかね。うん、そう、できたら映ってる。できたら映ってる。まあ今回はそう、ジュニアの男子を、こういうのが映ってますよっていうのをちょっと見せて、紹介させていただきました。まあ、ファイナル。ぜひ。今 DVD、そんなに買う時代じゃなくなりましたけども。まあ、ファイナルだけは、まあ、一年に一回ぐらい買ってもいいんじゃないかなと、ね。卓球ファンであれば、卓球が好きなのであれば、なかなか上からの絵ばっかりじゃないですか、卓球の。下からの映像って少ないんで、
テレビでは見れない映像が見れますので、ぜひよろしくお願いします。